人生あまあまあまきん TV です。今日はですね、南九州市永町にしてます。でそのついでで、なんかね、鎌二神社、はい、っていうのが有名なんだって。俺初めて来るんだけど、でなんかこう鎌二神社ってあるよあるよ、あれあれ、はい、何あれ、あ、その蓋があるわけ。蓋があります。有名なの。こう有名ですよ、鎌二神社って。俺神社その得意じゃないんだけど、何の神様なのこれ。勝負の神様。綺麗綺麗。あ、はい。あれが開門だけが見えてさ。はい。わ、綺麗マジで。生した。生した。見て。何だよこれ。主。主。主。神社行って、よっしゃ、ハーブネイハーブネイクベラッベラッと出てるベラッと。多分これであるんですよね、あなたを痛められるのかとか言って、そういうやつでしょ。こまった願いかけ、ね、願いかけかぶり、願かけじゃない、ガンクリーカボリアン。やば。放射線には金かける。備え付けの駒蓋が頭に入れて、手を使わずストリーから最初のとこまでください。手の差し替えましたね。うまくできたら。はい。字が消えたから、それね。はい。これ頭に映るわけ。はい。どこから。ちなみに、願い事は何ですか。いや、そう、最近ね、腰とね、可動域が狭かったから、ちょっと可動域が増えるような感じがする。あ、ないかもしれないけど。チャンネル登録ました。チャンネル登録が、まあ、2票でも3票でも増えればいいですね。で、まとめると、まとめると、腰の可動域を直しながらチャンネル登録するんだよ。いいですね。はい。本当一発勝負。ノーカットでいきますよ、ね。腰上げようね。ノーカットでいきますよ。ノーカットよ。はい。いきますよ。でね、この突起がつかないじゃん。もうすぐだけ。こういう形やな。谷口ひどみたいな感じでいけるよね。いきますよ。知らんけど。簡単だってこれぐらい俺。運動神経いいやつ俺。運動神経いいからね。なんだこれ。ここで。そしたら面白いのかな。エンタメ文句見てないなこれ。本当はね、今ね、こう落としてね、落ちちゃいましたっていうね、谷口博美の名言を言おうと思ったんだけどね。で、これどうすんの。頭下で落ちる。いや、多分もうここで終わりです。終わり？はい。指輪や。いくら？ 100 円。気持ちです。乗ったさ、例をさ、間違ったっていう。手できないですよ。怖いですか。よろしくお願いします。腰が治りますように。健康で皆さんが繁栄しますように。チャンネル登録が増えますように。あと、皆さんに手足が落ちてますように。Thank you.
馬金をみくじ引きます。はい、でででででで、だいたいね、俺はま、中吉ぐらいだと思うよ。はい、小吉でした。だるっ小吉だったけど、次引いたら大吉が当たるかもしれないから、よろしくね、よろしくお願いします。緊急特番鴨下神社の突撃でしたね。まあでも面白いね、初めて知った。カメラマン知って言ってたんだけど、俺初めて来たし、鴨下神社ってあるんだ。こういうね、ちょっとエンタメ的なやつが流行るわけですよね。俺も夜間を乗せて甘金神社作ろうかな、こう夜間を乗せてあるっちゅうね、これね、これからあれば皆さんもぜひですね、A 町ですね、南九州市の鎌ふた神社、有名な人もいっぱい来てるね、はい、勝負をする、勝負、YouTube とかプロ野球とかなでしこジャパンとか勝負をしたい人はですね、少し勝負をしたい人は A の鎌ふた神社にぜひ遊びに来てください。はい、それではチャンネル登録、グッド評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。